ぶれて田舎に帰ってく人、新しいことにチャレンジして失敗した人。なんでおんの？はい、なんでおるんですか？過去のリズムネタの決勝も僕、はい、関西まで行ったんで、はい、今回だってフジテレビですよ、行くに決まってるでしょ。リズムネタって言われてるんですよ、歌ネタで。歌ネタそれでお笑いやめても何でも歌ってます、すいません。行きましょうか、ついに、はい、そうですね。優勝候補から上から8番目だそうなんで、え、頑張りたいと思います。 8？ はい、低いから8番目です。低く優勝敗者復活の人よ。あれでしたよ、期待されてない。今からフジテレビ、うんうん、で岩橋マネージャーもいます。今岩橋マネージャーも横にいます。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそです。いやいや、感謝しかない。いやいやいや、とんでもないです。こちらこそ楽しみです。いやいや、もう感謝しかないです。同じこと言ってる。優勝すると思います。お願いします。いや、なんか、はい、今妹がね言うのにはね、はい、ネットにね、はい、最下位の見たら、見ました見ました。いや、お兄ちゃん最下位かいや。どうですか、はい、優勝すると思います。あんまり、まあ、高望みね、しないように。そうですね。でも売れるんで、はい。ありがとうございます。本当にもう感謝しかなくて。はい。で、あのずっと親友のあのプリットチャンネルっていうユーチューバーの、うん、あのお団子も今日来てくれるってて、うん、そう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 。お団子です。お団子も。お団子です。お願いします。お団子さんやって。はい。いつもお世話になってありがとうございます。もう何でもします僕は。はい、よろしくお願いします。じゃあ8時ということで、はいはい、みんなも楽しみにしてる。みんな正座してみるみたいな。どうやって見んの？家族で見んの？どんな感じで見んの？いや、もう農場もねゆっくり見たいから、今日はこっち来なくって、練習終わって、うん、もう家帰る。あ、ほんま。今も練習やん。だで、この頃もね家帰って見るって、うん、あ、ほんま。時間帯、え、この頃って誰のこと？リクとか？え、ちょちょちょ、この青、ああ、秋のとこね。お父さんと見るって。ああ、了解。はいはい。ああ、じゃあ頑張って。ちょっと待って、あ、あいちゃん変わろうか。動画回しておきます。頑張って、動画回しておいてもらった。向こうで。じゃあね。はいはい。はい。残しといた方が。ね、なんかの、うん、おもろそうですね。見たいな、ほんで。はい。なんか嬉しいやん。それに負けてる虹の人好き。金髪にしてからエッチな DM 来るようになった芸人好き。それ片っ端から行く芸人好き。全部俺のことみたいに全部自分のこと。どういうことですか？俺が今いじられたんですか？いやいや、だって金、ごめんなさい、まあまあ、すみません、歌か、すみません、ただ歌ってるだけですよね。別にいじってるとかですよね。すみません、すみません。なんかピュアって出てくるんですよ、なんか。あ、まあ、インスピレーションみたいな、ね、出てくるんですよ。あ、だから俺が言ったのに対して出ちゃうんですよ。なんか出ちゃう、それだけ。ごめんなさい、ごめんなさい。必要以上にアイメイクしちゃう芸人好き。そのメイクをおかんが見てシャランキューっていうの好き。おかん面白いな。おかん面白い。つんこさんですかってライン来ました。ここにミューってシャバ。あの頃のあの頃の赤いジャケットの時のね、縦の縦の赤い、はい、言い訳とかの時の、そうそう、言い訳とかのズルい女の時、ズルい女。いやー、来ましたね。この3週間までずっと負けたやつと勝ったやつの関係を延々と他の番組とかライブでやってここ来れたんで、マジぶっ殺しやろと思って。ほんまに殺したらあかんねん。やめて、呼び出さないで。喧嘩させて。呼び出さないで。このだってキャラじゃないんですよ。なんかこのギャガーがなんかこんな、なんかこんな、もうこんな見たくないんですよ。ギャガーってもっとポップな人やと思ってたんですけど、イエス・アキトさんだけなんか本当に格闘技の方みたいな。R1 は違う、やっぱ R1 はマジでやっぱそこが出ちゃいますよね。ずっとなんかその感じ、目、めっちゃ知ってましたからね。
ほんで聞きましたけど、あの他局のスタッフさんに聞きましたけども、R1 落ちてからあなたあの1週間打つなったって聞きましたよ。1週間 TBS のあのスタッフさんが分かりますけど、分かりますけど、その人の人かは1週間打つになったっていうのは違う。1週間打つになったは嘘です。嘘ですよ。あの人ただただ海を見に湘南に頭おかしなっとるじゃないか。あのもう波打ち際のギリに立って、このまま俺をさらってくれないかって言ってました。リハーサル始まります。私そろそろ終電の時間なの。とりあえずこの辺の小道具多分他の芸人さん使うと思うんで、一つずつ燃やしていこうかな。壊すだけでいいんですよ。燃やす必要ないんですよ。燃やすまでやんなくて、やんなくていいです。のろしあげます。それぐらいも優勝する。のろしあげます。多分これがザジーの使う画面だと思うんで、あとでタックルします。タックルで壊す。あとでタックルします。補足だなぁ。この辺は多分、ね、はい、小道具多分吉住とか、うん、はいはい、はい、とコント道具ね、金の国とか、うん、あるね、うん、はいはい、うん、そうっすね。まあラグビーの衣装なんで多分金の国じゃないですか、うん、雑だなぁ推測も。この辺もねテント深いでした。 ありますね。あれトップバッターなんで、あれは残しておきます。いいんですね。トップバッターの可能性があれ残しておきます。ひどいやつだよ本当。うん、めちゃめちゃ見せてました。ごめんなさい。あ、待って、止めて。ちょっと本番前、はい、あれは本番前最後の一応、そうですね、舞台だけど、はい、どうギリギリまでチヤホヤされたいだけで今出てます。はい、すいません。だから出待ちの人数確認したの。すいません。あ、今から出るんだこの人はっていう、その、うん、だからあの衣装のまま来ました。そうな、衣装のでほんまはギターも担ぎながらここ歩きたいです。そうね、普通も楽屋におるはずやもんな、うん、こんなんな、うん、すいません。あまあ気楽なんやつ。緊張はなんもないですけどね、うん、はい、白やんミスるときミスると思ってます。そうね。リハ同行したんですけど、実際リハミスってたんですよ。ああでも受けてました、スタッフさん。ああだからもう多分問題ないですよ。何言っても正直、うん、まあね、別に日にちはね、だから大丈夫だと思います、うん、はい、うん、です。名前舞台、はい、アスファルトに咲いてる花好き、雨上がりの虹好き、タトゥーだらけの男が1ラウンドで負けてるところ好き、うん、5時半、あと 2時間半、うん、ね、どう、萎縮したいです。萎縮したいです。ハブってきますんで、僕。一番性格悪いのはあの3人らへんです。僕のことを好きになってください。お願いします。なんか、6時40分。あ、そう、これ動画ね。6時40分、あと1時間ちょっと、うん、仕上がってきた。ちょっとまだもうあと1時間寝たいですけど、うん、ちょっとこっからスイッチね入れようかなと思ってます。ね、寝てた。あの何分か寝れたんですよ。おーおーおー、だからキュッと寒くなってました。今ちょうどいい感じで上がってきてるってこと。いい感じで目覚めてくるかなと思ってます。あとはそうですね、ケント深谷のフリップビリビリにやるやるとこです。あ、そっか、その手もあるもんな。頑張って、あと25分本番まで。はい、チューニングしとこう。み
今日多すぎるんですよ。楽屋で席ほとんど取ったんですよ。楽屋の半分使っちゃったんですよ。すうちの事務所で。おめでとう。やった。ちょっとしんどかった。言おうとして、なんとか最後無理やりブルトンの時間出た。言おうと決めてすぎて。イヤホンつけられた男の子とエグザイルを受け取りそうしてきたのに30秒で帰ってくちょび逃げ、僕は心から応援するよ。ミュークリンシュシュです。 R1 グランプリ2022、優勝できました。そうですね、感謝してます。ずっと応援してくれてる方と今日のネタ見てくれて面白いと思ってくれた方、本当にありがとうございました。そうですね、可愛い子だけ、返信しますんでよろしくお願いします。はい、すいません、男にも返信しません。さよなら。